個人だから。ふざけよ。はい、どうもこんにちは、チャイです。第1回チャリ杯、27日枠をね、始めていきたいと思います。第1戦目、個人戦です。ブルクダビー慣れたわ。今日はタッパー死んでない。多分これみんな迷惑かかんな。いい枠のかけるカードって。何があった？何レイさん何があった？え？誰だ？ん？お、あ、わかった。ミネクか。僕が何もしてませんよ。え、またスカイプバグった？え、俺じゃね？勘違いでした。はい。よし、初っ端のコースここで行こう。それでね、一人ちょっとわけのわかんない人がいますが、まあ、気にせず。初っ端のコースはここだ。やっていきましょう。ちょっと時間を縮めない方がいいですかね。あれ参加してないね、通話言ってちょっとあんまりちょっとおかしいかな。あ、持ってたんか。安定の持ってたんか。山来ないかな。なんか昨日も最初ここだったような気がする。そうはい、じゃあやっていきます。やっぱみんなバイクか。バイクでしょ、そりゃみんなバイクか。レインさん、それはみんなバイクか。これやりづれ。重い。思いっきり寝たじゃん。みんなの邪魔してるわ、これ。ネタじゃないっすよ、それ。うん、もっと赤コーラ。いてレイさん、デスコンされてる。デスコンされてる。カード使ってこうなんの。あ、レイさんがデスコンされるんだ。カード使ってこうなんの。なぜやりづらい、これ。よし、よっしゃ、ボーン。いただいた。ね、あと一人。まず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 。何を構えるのかな。やべ、絶対スターに引かれる。よっしゃ、これじゃみんなバイクやった。いや、レイトラップですよ。2人走りすぎな気が。気のせいかもしれない。2人走ってる気が。いや、やっぱ気のせいじゃないな。そろそろくんだ。そろそろくんだね。そろそろ来るかね。そろそろ来ますね。おー、そろそろ来たよ、落としたんだ。え、なんで僕かなったの。僕ですよ。あー、もう吹き出しが抜けない。一個抜けたけど、あれピンキのか。吹き出しができてないけん、そしてビリ安定。落としたんだ、最下付けでビリになるって。カートでチャリ飛んできたぜ。1位だったんだけどね、実は。さっきまで1位だった。俺よくあるパターンだからな、これ。まあ、なんとかカートでチャリ飛んで抜けたんでよかったっすよ。もう、落としどころが絶妙だったわ。待って、カートで山行くと絶対事故るからな。カートで山、レイさんビリのフラグ。レイさんビリフラグ。僕だけ立ちますから。ビリフラグ。どこ行こう。うん。これでいいや。うお。安定の。ですよね。ですよね。
今回は、なんかそういうとこばっか来るね。実力構成来てほしいわ。まあ、ここならカートでも勝てんだろ。え、チビいんの？カオスなレーサーはいます。カオスなレーサーはいますね。カオスなレーサーはいます。あー、最近取れた。カオスなレーサーはいます。なんかこれ重そうだな、みんなにとって。最初、恒例の最初のゲームは良かった。うわぁ、イカツミいらんわ。おっと、来たよ。ダメだ、まあいいや。ここはまだね、気楽に。よっしゃ、うん、まあ、一人が明らかにおかしい人がいるんですが、明らかに見えない、おかしい人が。よっしゃ、そう終わってるわこれ。ちょっとやばくね、振り切ったらどういうか。アイテムで負けてる、アイテムで負けてる感じ。はぁ、取れねえし。終わってんだけど、このコスマジでやめてほしいんだけど。くそ、終わったわ。終わってますか。マジでないんだけど、これ、ほんとに。なんで？なんで？なんで？どうやってこんなに俺負けれんの？いや、でもまだチャリさんに勝てんなくれ。4ポイントって。ガチで自分の実力出せない。自分のあの個人戦のザクサが出てきたわ。出せません。本当に実力出せないね。ルーム戦で収録するとね。主催者、チャリさん。あのね、ルーム戦で、あの、収録すると実力の 50% も出せない。基本的に。あら。お出た言い訳。出た言い訳ですよ。言い訳ですよ、当然。これは言い訳さんとね、ちょっと。言い訳ですよ。言い訳です。カート有利な場所。どうせ言い訳ですよ。うん、どこにしようかな。ちなみに言うと苦手なコースって言うけど、収録の時は全部が苦手なコースです。あ、まあもう絶望的だと思ってくれれば。いや、僕ほどではないですよ。え、そうかな。だって僕だってもうマシンが論外ですもん。その論外に負けてるのは何なの。論外に負けてるぞ、それ。それはちょっと危ない。もうね、勝てる気がしない。いや、せめて僕には勝ちましょうよ。さすが主催者のボッコ。僕には勝ちましょうよ。これは。まずまずい。落としがないんだよね。ここは得意な体型で。お得意のやり方も話してもらうよ。いって、よし、うん、キャリーさんがサンダーで、スターを渡すみたいにサンダーですか。アウト、まあ、あ、スター落ちてた、だけ。お当たんなかった。スターの人に当たらない。マジか、いいね。
がとう主催初めての1よしやったーよしよし来た久々の収録での1位ですよよし来たやったやったやっと来たよよし来たぞ。さてどこにしようかな。さてどうしましょうかね。最後だからね。4コース目、どこにしようかな。安定してるとこって。あっかな俺。安定してるとこなんてあんのか俺に。64マリサが多い気がするんだ。気のせいか。気のせいです、気のせいです。64マリサで来ましたよ、ほんとに。はい、じゃあ最後、最終です。64マリサです。よっしゃ。おっと、あっと、前から来たし、まさかレインさん、レインクオリティですよ。レインクオリティ、レインクオリティ。さあ、ね、そうそう。一発目来るか。あ、でもレインさんだからわからない。あ、ちょ、仕掛けることに気を取られてたっていう。最初の目までわからない。ちょっと待ってよー。あぶねえ。ついにやだ、やられたか。レインクオリティ、レインクオリティ、レインクオリティ、レインクオリティ。あ、そう、ぶつかったのにぶつかったのにみたいっていう。よし、うっそ、はぁ、うわぁ、くそ、またビリの可能性が出てきました。あ、なくなった。え、ビリはなくなった。よしよし、ちょっと変なとこで切れないんでよ。とぉ、あ、6位あ、6位まあいいでしょう。最後に取った順位通りでした。はい。では、ね、第1戦目はこんな感じになりました。それでは第2戦目に続きます。はい。